はい、皆さんこんにちは。今回何に関して言及させていただきたいかというと、今ブラジルのリオデジャネイロにいます。ブラジルというと治安が悪いことで知られてますし、さらにリオに関してはそのブラジルの中でも、治安が悪いと言われています。その中で、その中でも悪いのがファベーラです。ファベーラっていうのはいわゆる英語名でスラムね、貧困地域です。その、ファベーラにおいて、自分昨日行ってきました。ファベーラにね、ちょっと危なかったですね。すごかったです。まあ、これからちょっと見させていただきたいんだけど、実際現地で撮影してきた動画も後日またアップさせていただきたいと思うんだけど、皆さんファベーラって皆さんご存知だと思います。名前ぐらい聞いたことあると思うんだけどね。ブラジルで例えば貧困地域スラムのこと、他国ではスラムって言うんだけど、ファベーラって言います、ね。で、そのファベーラっていうのはブラジル各地にあり、よっぽど田舎の小さな町じゃない町とか村だったらないと思うんだけど、やっぱりその地方の都市でもやっぱりファベーラってのはあります。その中で、リオデジャネイロで600人を超える大都市です。もともと首都だったところで、そのところに広がるということでね。リオデジャネイロと山が広がってて、丘があってね。その中で海があってということで、その山の斜面にファベーラ、この山の斜面にいわゆるスラムの街を形成するっていうのは世界的にあることです。これは例えばね、あ、でもね、ちょっと違うことがあるんです。例えばその山の斜面に建てるということ、どちらかというと、例えばね、あの高台にある方が日本だとお金がある人が住んでるとこ多いじゃないですか。だけど、逆にこの中南米においては山の麓に建てたりするんだから山の斜面に建てるんです。で、これに関してはいわゆるそのまあ元々のね、公有地を不法占拠してそのまま家を勝手に建ててっていうことが多いです。全てではないんだけどね。これは世界的に見てみて、それが言えるのかなって感じがします。例えば他にもね、世界的に見ると河川、川がありますよね。川沿いのところに、公有地にね、いわゆるそのバロック住宅を建ててというふうにやってます。これは日本でも一昔前にはありました。なので、そういったところね、あったわけだけど、その中でね、いわゆる貧困というのがあります。貧困と犯罪というのは結構密接になっているものです。だから貧困地域というのはどうしてもやっぱ犯罪率が増していくわけです。それはなぜかというと、やはりなかなか職に就けない、そして働いても低賃金である、もしくは差別を受けている、まあ、そういったこともあるんだけど、そういったところから、まっとうな正職に就けないということで犯罪に走る、犯罪者組織に入る、麻薬組織、ギャング、そういったものに入るというのがあります。その中でまあ世界各地ね、今まで、アジア、タイとかね、フィリピンとか、インドとかね、他にヨーロッパ、スラムとは言わない、スラムもあるスラムとは言わないまでの治安が悪い貧困地域ってあったわけです。そういったところもこの間ポーランドのね、マルシャもそうだったんだけどね、そこでギャングとちょっと喧嘩になりそうでしたけどね。まあそれはさておき、中南米、中米、中南米に来てからペルーのリマ、そしてこの間、パラグアイのアスシオン、首都のアスシオンでスラムちょっと行かさせていただいたんだけど、今回ファベーラということでブラジルです。これはちょっとねレベルが違いましたね、何がというか、まずリオデジャネイロということで、大体そのブラジルにね、まあ、スラムファベーラが形成されたのはいわゆる1819世紀終わりと言われています。その中で1888年に奴隷制度が廃止されたわけだけど、同時に行き場のない黒人たちが流入して大きくなったということで、奴隷が解放されて黒人の方が行き場なくなってしまったわけです。その中で、まあ、いわゆるそのファベーラということでそこに、ね、入ってきてということで、1940年に住宅危機が起こりということで、都市部の農民たちは郊外に無数のバラック街を築いた、この頃から、です。で、この時期に貧しい利用市民の主な居住地は集合住宅や小さな家からファベーラへと、変わるということで、ファベーラの爆発的成長は1940年代にね、ジェチュリオね、ドルネレス、ボルガスが産業化を進めて、数多くの国民が大都市へ、特にサンパウロや、当時は首都で連邦だったリオジャネイロへね、流入した時期ということで、および、まあ、1970年代にファベーラがリオデジャネイロの範囲を超えて都市圏の、外縁部まで達した時期にあるということで、今日のファベーラの多くは建設部分で大都市に地方の農民らが流入した1970年代がピークであったということです。でその中で、まあ低層、住宅の立ち並ぶスラム化した地域から溢れた人々は丘の上に不法居住の、ね、家屋を築いていったということで、ございます。だからこれね、まあ、見ていったんだけど、
ファベーラって、まあリオのファベーラっていうのは、大体その4人に1人ぐらいと言われてます。ファベーラは、まあその地区に関しては、大体リオだけでも1000以上あると言われてます。だ非常に多いです。だから今、海岸に、イパネマの海岸にいるコパカバーナも近いんだけど、そこの周辺でも結構あります。だから、この間、今言ったのイパネマの海岸のコパカバーナのちょっと裏にあるところだったんだけど、大きなとこです。で、その中でね、行ったのが、いわゆるリオデジャネイロ最大の、ファベーラ・ホニーシャということで、行った方々、かなりすごかったです。山の上に登ってって、そこから見る景色がすごかったんだけど、そこからまず入ってってね、気づいたことがあります。これ、ファベーラに住む住民っていうのは、例えばブラジルっていうのは移民国家です。その中で数多くの民族が入り混じってます。ポルトガル系をはじめとした純血の白人もいます。イタリア系もいる、ドイツ系とかもいたりするんだけど、その中で、純血の白人もいれば、基本的には混じりの人も多いです。これは混じりって、例えば黒人と白人が混ぜれば、いわゆるそのね、混ざった人もいるし、もしくは先住民もいたので、先住民との混じり、メスチソの人もいます。もしくはアジア系、日系なんかもいるので、その混じりの人もいるわけだけど、主にここにいるのは黒人系、もしくは黒人と白人の混血、ムラートの人だなっていうのは、実際こう現地を通ってみてね、分かったわけです。その中で、まあただそれだけじゃなくて、純血の白人の人もいます。基本的に中南米において、純血の白人の人って社会的や地位が高かったり、お金に余裕がある人が多いんです。ただ、その中でもファベーラ、まあ、ブラジルにおいてもその通りなんだけど、ファベーラにおいては、やっぱ見た限りでは、これも少数だったんだけど、純血の白人の人々もいたのは事実です。その中でね、いろんな問題を抱えてるんだけど、まあ、山の斜面ということでね、まあ、細い路地になってます。これ結構やっぱりいろんな世界各地、スラムね、行くと大体細い路地なんです。車が通れない路地が多いです。その中を通り過ぎててね、迷路みたくなってるんです。だからこれ一人でね、行くと危ないです。だからファベラに一人で行こうと思ってる、絶対やめた方がいいですね。殺される可能性が数十パーセントです、多分ね。これ撮影しながら一人で行ったとしたらね。だから、これはできればガイド付きで、自分はね、ガイド付きでちょっと行かさせていただきました。ちょっと危ない目に遭いましたよ。まあ、これはこの後話させていただきますけど、まず、なぜそうなのか、言葉できないですね、皆さんね。しかも外国人という意味で行って撮影して、じゃあ、それで、じゃあ自分たちは何を撮ってるんだっていうね、自分たちのこんなね、とこ撮って何をするんだっていう話になっちゃうんです。だから、その中でそういった時になった場合に、現地人のガイドがいると交渉してもらいやすくなるわけですね。お金で済むこともあるし、ね。それが例えば全く言葉も通じない場合、囲まれて、ギャングに囲まれて、銃突きつけられて、じゃあその場合、じゃあどうなるかって言ったら、殺される可能性が十分高いです。非常に高いです。実際殺された外国人は結構多いです。ね。もしくは、ツアーで参加してもね、殺されてる外国人いますから、もしくは、犯罪者組織の一員と間違えられて警察に撃たれた人もいますので、そういった意味でも、これ外務省でも出してますけど、ファベーラのツアーであっても簡単に参加しちゃダメです。これは死ぬ覚悟がある人じゃないとダメだなって感じはします。これは一応外務省でも危険注意喚起で行かないでください出してるので、そこだけちょっと言わさせていただきます。自己責任ということね、言っていただきたいと思うんだけど、その中で、まあ、貧困というのは、いわゆる犯罪組織を生みやすいものです。そのファベラにと同じで、いわゆるギャング、麻薬販売組織が暗躍しています。その中で、ギャングとギャングとの抗争もある。そして麻薬組織との抗争、そして麻薬組織、ギャング、そして警察との銃撃戦、こういったものがあります。時として銃撃戦が行われます。自分が行った時はね、びっくりしました。やっぱり結構普通にショットガンではなかった。いわゆるね、ショットガンを持ってました。こういう感じでね。だからびっくりしました。マグナムではなかったんだけど、ショットガンでこういうふうに掲げて結構何か持っててね。で、自分たちがこう歩いた時にこうやって突きつけられてね、びっくりしましたね。ちょっと危なかったです。で、まあ一応ガイドが説明してくれたんでよかったんだけど、まあ他にもやっぱり、マネーマネーって英語でね、言ってくる子供たちもいたりとかしてね、まあそれはそれで終わったんだけど、まあ、あとはやっぱり下水道の、上下水道もしっかりしてませんね。だから、結構水が垂れ流しになってたりとか、
やっぱりそこら辺で、あと犬がね、野犬がいっぱいいましたけどね、そういったところで衛生的にあまり良くないのかなって感じはしました。その中で、まあ、非常にね、じゃあスラムの中、まあ、もちろんそのハレイラの中で住民同士がもちろんギャングとかもしくはマフィア同士が争いもあるんだけど、そこで暮らしている人の中ではね、意外にまあ平和な一面も見ることができました。これは住民同士が仲良くしている姿というのも見ることができたので、一概にファベーラというのが全てがじゃあね、住民同士がいがみ合ってるかって言ったらそうでもなくて、意外に住民同士が手を取り合ってるのが見受けることができました。その中でね、まあ、数多くということで言ったわけだけど、非常に広いです。だからかなりね多いです。だからファベーラの周辺にあるその観光地結構あるんだけど、セントロとかね、旧市街とかもしくはこの海岸沿いもそうなんだけど、時としてそのいわゆる強盗しに、来るということがあるので、皆さん十分そこはね注意していただきたいと思います。リオデジャネイロはね、サンパウロもそうなんだけど、まあこれに関しては後日またあのファベーラの動画をアップさせていただきたいと思うので、楽しみにしていただければと思います。ちょっと衝撃的でした。今まで世界各地のスラム、いわゆる治安が悪い地域、日本なんかでもね、いろいろ行きました。その中で感じたものは、まあ、ちょっとねここは別格だったかなっていう感じはしましたね。サンパウロもこの間治安悪いとこ行きましたけどね、いやちょっとリオのファベーラはね違うね、一人じゃ絶対これ入れないなっていうね、一人で入ったら本当殺されます、ね、やばいと思いました、ね、まあこんな感じです。また後日アップさせていただきます。